仙台市仙台のスポーツ仙台のスポーツでは宮城県仙台市及び仙台都市圏のスポーツについて取り上げる。プロスポーツチーム以下の3チームが仙台市に本拠を置いている。2015年及び2016年に女子プロ野球、東北レーが仙台市を本拠地としていたが、2017年に育成型特化チームとして全国展開する方針となり移転した。 仙台89アーズは BJ リーグ初年度に参加した6チームの一つである。試合運営は球団スタッフに加え各チームごとに組織された市民ボランティアによって支えられている。これら以外にもスポーツイベントごと競技場ごとのボランティア団体が仙台県には多種多様あり、それらを市民スポーツボランティア SV2004 が情報統括している。 なお、スポーツではないが、同様に、プロとして活動しているオーケストラ、仙台フィルハーモニー管弦楽団が、仙台市を本拠としている。学員数は76名で、楽天イーグルスの選手数並みの大所帯であるが、挿入乗者数が92,266人、事業活動収入が約11億円と、仙台1 9アーズを上回るものの、 ベガルト仙台の半分弱程度となっている。プロレス2005年7月、道の区プロレスが森岡市から仙台市に本拠地を移した。同時に女子プロレス団体の仙台ガールズプロレスリングを立ち上げた。2009年8月、道の区プロレスは岩手県八幡大市に本拠地を再移転し、現在仙台本拠のプロレス団体は仙女一団体のみである。 道の区プロレスは、屋内のみならず、屋外にリングを設営して試合を行うこともあり、仙台本拠地時代には、荒脇ロックフェストでの屋外プロレス、東北楽天ゴールデンイーグルスの本拠地球場、フルキャストスタジアム宮城の球場前、プロレス、レッスルフルスタ宮城デミスターカラスコとの対戦、高等大公演で開催される。 仙台放送感謝祭での街角プロレスなどがあった。プロボクシング2016年7月現在、仙台市内における唯一の北日本ボクシング協会加盟事務である。新日本仙台事務は年に1回、仙台産業展示館、アズテックミュージアムで工業を売っている。前身の仙台事務に所属していた輸入ボクサーの仙台ラミレスことロベルトラミレスが、 渡辺二郎の持つ WBA ジュニアバンタム級、佐藤健太こと、エリック・チャベスが、ロセンド・アルバレスの持つ同ミニフライ級、それぞれの世界王座に仙台で挑戦した経験がある。セミプロ、社会人チーム連携仙台に本拠を置く、プロスポーツの地域密着の範囲は以下のように異なる。このように、各団体ごとに地域戦略が異なっているため、 共同事業をしづらい状況にある。そこで、3球団のオブザーバー参加のもと、2007年4月に、仙台市スポーツ振興課が事務局となり、各球団それぞれの支援組織である東北楽天ゴールデンイーグルスマイチーム協議会、ベガルタ仙台ホームタウン協議会、イエローブースターズの3社が参加して、仙台プロスポーツネットが設立された。 支援組織を主体とした下からの地域密着要請をすることで各球団の地域戦略を妨げないで仙台に地域密着する試みが始まった。バレーボールの V リーグは従来全国各地を巡回しながらの集中開催方式をとってきたが近年それぞれのチームの練習場がある都府県を中心にホームゲームを公式に評判しながら開催する。 方式も一部採用するようになってきた。その流れの中、東京都府中市に練習場があるブルーロケッツが2004から5年シーズンから仙台市を準本拠地と公式に決めホームゲームの半分を開催していた。また、神奈川県川崎市に練習場があるレッドロケッツも2005から6年シーズンから仙台でホームゲームを開催していた。ただし、この2チームは 仙台での地域密着活動や広報活動をしているとは言い難い。なお、NEC ブルーロケッツの首相の大村悟と NEC レッドロケッツのエースにして全日本のエースであった大友愛の二人は仙台出身である。また、近郊の大崎市には強豪校である古川学園高等学校がある。隣接する山形県のスポーツチームとの間には、 ライバル関係が見られることがある。一例として、J リーグ公式戦におけるベガルタ仙台とモンテリオ山形との対戦は、道のクダービーと呼ばれ、スタジアムが満員になるほどの観客数を呼び込む最大のカードとなっている。両チームのサポーターの間での応援合戦は激しく、試合自体も白熱する。また、スポーツの種類の垣根を越えて、仙台と山形にそれぞれ本拠を置く。 プロスポーツチームが一緒になって、イベントなどを開こうと模索されている。モンテディオ山形パイオニアレッドウィングス現在は、ハイブパスラボ山形ワイバンズまた、仙台を本拠地とするプロ野球イースタンリーグ東北楽天ゴールデンイーグルスの二軍球場は、楽天イーグルスリフ球場であるが、当初は山形県野球場を使用していた。仙台フランチャイズ時代のロッテオリオンズプロ野球、 ロッテオリオンズはかつて本拠地としていた東京都荒川区の東京スタジアムが1972年限りで閉鎖されたため、翌1973年から1977年までの5シーズンの間、暫定的に県営宮城球場を専用球場としていた。1977年限りで神奈川県川崎市の川崎球場を使用していた太陽ホエールズが 横浜スタジアムに本拠地を移したのに伴い、ロッテは翌1978年から川崎に本拠地を移転した。ライブドアの仙台本拠地宣言から楽天証人まで東北楽天ゴールデンイーグルスの公式戦ナイトゲーム2004年9月16日、インターネット関連企業、ライブドアの100%出資会社、ライブドアベースボールが日本野球機構に加盟申請。 新球団の本拠地を仙台とする発表が出された。仙台市民や浅野市郎宮城県知事は、やっと仙台にもプロ野球チームができると応援した。2004年9月22日、同じくインターネット関連企業、楽天も本拠地を仙台にするという声明が出された。この声明によって、仙台市側は嬉しさの反面、プロ野球球団が混在する状態になるため、 混乱するという声も上がっていた。2004年11月2日、プロ野球オーナー会議にて東北楽天ゴールデンイーグルスの加盟が正式承認された。楽天は、本拠地候補に当初、大阪や神戸を、ついで、長野を挙げており、ライブドアが仙台を本拠地として挙げてから急遽、仙台に変更した経緯がある。その間仙台市民の中では、 ライブドアへの関心が非常に高まっていたこともあり、仙台市民のアンケートではライブドア指示の声が圧倒的であった。そのため楽天の加盟商人には戸惑いの声もあった。仙台市には公営競技場が一つも存在しない。過去には地方競馬の仙台競馬場が存在したが、1960年に廃止されている。仙台市内には競技場どころか、 場外発売所も設置されておらず、市民は周辺市町村の場外発売所に出向くことになる。仙台都市圏公営競技アレルギーも参照。高校や大学のスポーツでは、バレーボール、バスケットボール、フィギュアスケート、アイスホッケー、ゴルフなどに全国レベルの競合校が存在する。野球では、東北高校や仙台育英学園高校や、 東北福祉大学などの競合校がある。2004年の都道府県出身地別プロ野球選手数において、宮城県は14人で全国19位。また、仙台以外の出身であっても、天時代に仙台の高校や大学でプレーし、後にプロ野球選手となって活躍している金本智明、島津信、ダルビッシュ優、和田和弘など、スポーツにおける、 文庫開放が進んでいる。その他、日本で唯一、サーフスポットとスキー場の両方が市内にある大都市であるため、市民の間では、サーフィンやボディボード、スキーやスノーボードなども盛んである。また、仙台で創始された格闘技の空道の大会が毎年行われている。甲子園2009年春の選抜までの代表校、夏の大会の代表については、 全国高等学校野球選手権宮城大会も参照。選抜高等学校野球大会全国高等学校野球選手権大会バスケットボールインターハイウィンターカップ全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会はウィンターカップの通称を持つ。サッカー、時は木学園高等学校女子サッカー部が2部に 当たるなでしこチャレンジリーグイーストに2010年より参戦。2連覇を知っているなど高校女子サッカー界では、強豪校である。2011年の女子サッカーワールドカップで優勝した、なでしこジャパンの中に、時きわ王子がいた。定期戦仙台では、仙台一高二高定期戦、三女子高定期戦、泉三高定期戦など、高校対抗のスポーツの定期戦が活発に、 行われている。中でも、例年5月に行われる仙台1校、仙台2校公式野球部定期戦は森の都の総計戦とも呼ばれ、試合の行われる宮城球場から TBC テレビで1時間成中継されるほどである。この野球定期戦に至るまで、両校は様々なプレ行事を仙台市都心部で行い、外回りをしている両校出身のサラリーマンなどから、 声援やヤジが飛ぶ。野球では、仙台6大学野球連盟と、南東北大学野球連盟に分かれる。アメリカンフットボールでは、全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の、東日本代表決定戦準決勝として、東北代表と北海道代表が対戦する、パインボールが行われ、各年で、仙台市内の競技場が会場となる。全日本大学野球選手権。 大会日本学生トライアスロン選手権日本大学トライアスロン選抜大会リトルリーグ2002年仙台東リーグ選抜チームが全日本リトルリーグ選手権全国大会で優勝日本代表としてアジア太平洋地区大会に出場して優勝アジア太平洋地区代表として世界選手権国際グループに出場し優勝世界一をかけ アメリカ代表とワールドシリーズを戦い、0から1で負け、準優勝に終わる。この時のメンバーに佐藤祐希がいた。2004年も全日本リトルリーグ選手権、全国大会で優勝し、日本代表としてアジア太平洋地区大会に出場したが、世界選手権出場の切符は逃した。仙台は食べ物に恵まれ、年間を通して過ごしやすい気候であるため、 仙台の人々はおのわでのんびりしており、大学進学やスポーツの面で昔から競争心に欠けると言われてきた。しかし近年のスポーツ界では日本各地から仙台市内の高校、大学に進学し、そこでの生活、経験からスター選手へと駆け上がるものを輩出するようになってきている。加えて海外からのスポーツ留学生も積極的に受け入れるようになり、後に 世界レベルで活躍する選手も現れている。2004年の地方別プロ野球選手数では、関東地方や近畿地方の都市には遠く及ばないものの、チームの中心選手やスター選手として活躍するものや、野球以外のスポーツで活躍している、スター選手もいる。近年では、宮里愛の代わりに、絹川愛を入れて、仙台の三代、愛ちゃんとすることがある。現在では、 実業団と大学の女子駅伝日本一を決める大会が宮城県に集約されている各種競技カーレースバイクレーステレビラジオ夕方ニュース番組の通常のスポーツコーナー以外のコーナーありがとうございます